ロサンゼルスオリンピック時に、ぬるみと面会した、マラソン日本代表。左端が、金を土う。金を土うは、朝鮮半島出身の陸上競技選手。1932年ロサンゼルスオリンピック、男子マラソンに出場し、6位に入賞した、早稲田大学卒業。ロサンゼルスオリンピック当時、朝鮮半島は日本に併合されていたため、県安しなつともに、 日本代表として出場した。京城の裕な家に生まれる。1928年に京城の養成高等普通学校に入学、陸上部で長距離走の選手として頭角を表す。3年生の頃からは陸上部の主力選手として朝鮮や内地で開催された競技会や駅伝大会で活躍し、洋正隆博士が陸上の名門と呼ばれる石を築いた。 1931年10月第7回挑戦明治神宮大会のマラソンに出場2時間26分12秒で優勝する。この記録は当時の世界最高記録を大きく上回るものであったがコースは未公認であったことから正式な記録とはならず金が初マラソンだったこともあり疑問も寄せられた。しかし11月の明治神宮体育大会のマラソンでは 日本最高記録を破る2時間34分58秒で、主枠玉緒に次ぐ2位となり、マラソンランナーとして注目されることになった。同じ11月、京場と英東歩の間で開催された経営マラソンで優勝。この時別の競技会で、刑場に来ていた孫規定は、この優勝の方を見て、初めて、マラソンという言葉に接したという。孫は、 翌年、陽正隆博氏に入学し、金のチームメイトとなった。1932年5月のロサンゼルスオリンピックマラソン最終予選会では、県安志夏に次ぐ2位となり、オリンピックの代表に選ばれた。県、ボクシングの清津州とともに、朝鮮民族では、最初のオリンピック代表選手となった。8月のオリンピック本番では2時間37分28秒の、 記録で6位入賞を果たした。洋正隆博を卒業後、早稲田大学政治経済学部に進学。在学中は1934年と1935年の箱根駅伝に出場。1934年は7区を走って区間賞を獲得し、総合優勝に貢献した。戦後は韓国に居住。日本からの解放後に、剣安氏夏、孫規定。 南昌流と共にマラソン普及会を組織した。その後は韓国陸上競技連盟の理事長や1952年ヘルシンキオリンピックの韓国陸上競技監督など陸上、スポーツ関係の役職を歴任した。AB4 倍金 SR オリンピックスポーツ鎌田中量 1988P121 鎌田中量 1988PP 126から133。蒲田中良1988。pp。100から1億112万3409から411。abcd 蒲田忠義 1988.pp。133から134。abc 蒲田忠義 1988.pp。PP、82から83。蒲田中良 1988. P143 蒲田中良1988 PP147 から149蒲田中良1988 P478 ありがとうございます。